ありがとうございます。えー、この一日にようこそ。<laughs> ありがとうございます。えー、今日大勢のきっかけ皆さんが見つかるように願っております。私はの顧問送信の会長の渋沢健と申します。今回が16回目のこの社会教科フォーラムになるんですけども、 1>, 1回目の時っていうのは本当に手作りでこじんまりやってたものなんですけれども、えー、もうかなり大きなプロダクションになりまして、えー、あので最初の時っていうのはあの社員も全然何やってるんですかみたいな感じでぽカンとスカーだったんですけども,も社員全員一度今今日参加してますしで裏方でもいろんな方々にお世話になっておりますしあと何よりですねこのシャツコモン地のシャツがあるんですけどちょっとこうあの緑がかかったシャツの方々っていうのは々のコモボラ とお呼びしてるんですさあコモブラの存在はどういうことかとおっしゃいますとあのコモンズ投信の受益者つまりお客様なんですね。でその、えー、顧客まで使,い使うんだみたいにひどい会社に見えるかもしれませんけども実はあのコモンズ投信のコモンズ コモンングラウンド人が集まるところ共有地なんですねですからあのこの新しいこれからの時代を未来を一緒に作りましょうよというそういう我々はあのあのコモン創始ーーの顧客のことをお客様とあまり私呼ばないでうしていてお仲間って言うんですねなぜかっていうと、まあ、このような空間も含めてですね、えー、我々の目,が目指している未来を、まあ、一緒にこう作ってくれるそういう方々だと思ってましてそういうコモバラの方々あの緑のシャツ着ている方がいらっしゃいましたら是非お声掛けしてください。えー あの全国から集ままってきます、えー、北は秋田から、えー、名古屋、えー、福岡とかですねの本当に全国から集まってくださって本当にお笑としては大切な仲間なのでどうぞよろしくお願いしますで,でもう一つのこの進化っていうのは、えーまあ、あの最初はもうあの社会基本の皆さんにマイクを持ってあのあのあのスクリーンなし。<laughs> ですねえー、マイク1本だけ話してくださいっていうことで、えー、あの始めたんですけども最新進化するっていうのは、えー、あのこれからあの MC 司会を務めていただく馬声が毎年このお題を出してるんです。で,で今年のお題というのが「あなたが守りたいことは何ですか?」と。 で、そのために何を挑みますかっていう、こういうことなんですね。かなりあの、チャレンジングなことかと思ってまして、えー、まあ、だけどすごくタイミリーだなと思うのは、えー、まあ、この前総理大臣になった方とも同じこと言ってますよね。 あの、5つの守るとかなんとか話をされてますので,で、そういう意味では今日はこれからはあの11人の <laughs> 皆さんの守りっていうところですね。まあ、それがあのいろんな形で皆さんにですね、えーあのえーまあ、お話がさせていただくと思っております。であの、じゃあ、コモンス投ー,ーには何を守ろうとしたのかと、今、えー、から15、16年ぐらい前に立ち上げたときにどちらかというと、あの挑むの、挑みあの、いいと一緒に会社を作ったときには挑みの方が先行したと思うんですけども、まあ、あの、 その期限考えてみると何を守りたいと思ったのかっていうとまあ一つは私自身としては個人としては生まれたばっかりの子供の未来をの、えーまあ、可能性を守りたいですよねいろんなこう選択肢を残すということに、えー、あの守りたいと思っていてで子供の口座でこの積み立て投資っていうのを始めたっていうのが一つのきっかけなんですでもう一つのきっかけっていうのは私があの経済同友会というところに41歳の時にありましてでその時にその、えー、企業と投資家の乖離を非常に感じていて で当時15年ぐらい前ですと日本が失われた。 何十年とかなんかそういう時代なかったじゃないですか。で、私はあの、社会に出たのは80年代だったので、まあそういうのに日本が元気な時の姿だったんですよね。そこから、なぜかこう、その、まあ20年ぐらいかけてですね、えー、なんかすごくこう、いけてない日本、なんかそんなイメージになってきちゃっていて、それをちょっと元に戻したい、守りたいっていうなんかそういう気持ちもあって、そのためには長期投資が必要なんじゃないかっていうのうながあったんです。だけど、もう一つはですね、実はあの、資本主義。 ちょっとこれ大げさな話になるんですけども、えー、だけど思うところがあってでこれはあの今年の春あの長崎でピースフォーラムがあったんですねあのワン o u n g w o r というあの世界的なあの、まあ、若手の活動とあのコラボレーションしたところの会合でありましてでそこで若手の女性が立ち上がってあのあの話したんですめちゃくちゃ怒ってるんですねこの女性あ,のあなたたち大人たちは我々の中はめちゃくちゃにしてるとでなぜめちゃくちゃにしる4つの C がいけないんだ ということを言っているんですねで一つの C が、あのそれはあのコンフリクト、彼女はあのあの中東から来てますので、まあ、本当に,非常に,本当にあのみずから感じていることだと思うんですね。で二つ目の,あの C が、これは、えーえーえー、クライメットですね、これはあの温暖化、それは我々もあの感じること,と思います。三つ目が、えー、コラプション、不正ですよね、でこれがもうだめだと。 で4つ目のシーンでこれが一番彼女一番怒っていたシーンなんですけどキャピタリズムだと資本主義はいけないんだみたいな話をしていてでそれを聞いていた私は、うんまあ、た確かに資本主義というのはいろんな課題がありますとだけど資本主義があるから、まあ、あなたはこ,こで飛行機に乗って飛んできて長崎に来れたんだよねってことも思うことがあったんですけどもでそういう意味では私はまだその資本主義を守りたいという意味じゃないと思うんですけれどもやっぱり諦めたくない <laughs> と思うんですね。資資本本主主義義いうのは別にあの資本主義が 悪いんではなくて、それを使ってるあの人たちによって、まあ、そういうあのダメなんだっていうふ言われたと思うんです。ですからこのま何を守りたいかっていうと、未来を守りたいわけです。で資本主義を通じて何ができるかっていうと、あのいろんな課題もある中、見えない未来を実現するためにいろんな人が集まって、でそこで 投資をしたり、寄付をしたり、いろんな活動をしたり、それによって未来を作るということ、その可能性を守りたいというか、そこのところにあのあのチャレンジしたい。それがおそらくコモンズ投資の考えなんじゃないのかなと思っております。これから11名のそれぞれの 守りたいことが皆さんの前でお話があると思うんですねで。そして、そしてそのそれぞれのチャレンジがあると思いますで。そこには必ず、さっきのビデオもありましたように、皆さんなんかこうきっかけになって、で、その守るっていうのはあの、政府が我々の生活を守る。これは当然のことかもしれませんけど、それだけで守りきれますかって当然そんなことなくて、我々一人一人がどのような、何を守りたいのか、そして何我々が一人一人が活動、チャレンジできるのかっていうことのきっかけを、これからの 登壇する11名あ、あとプラス1名あの、えー、あのシードキャップという <laughs> あのあの、えー、我々がやっているプログラムなんですけどその今年伴走しているあの素晴らしい方長江さんとかいらっしゃるんですけども話をぜひ聞いてくださいでは今日一日、えー、長番になりますけどぜひ皆さんといろんな企画を見つけると楽しみにしていますありがとうございました